はい、こんにちは。竹とロクトン時間大好きなスペシャルおじさんのライドです。ベストヒットライドでやってます。今回また引き続き物もらいのためにサングラスでやらせてもらってます。目腫れちゃってんですよね、マジ。前もちょっと話したんですけど、異彩を放つドラマです。今一番異彩を放って、僕も楽しみにさせてもらってる、M 愛すべき人たちっていう、土曜のね、夜ですね、11時ぐらいからやってるのかな、のドラマなんですけど、その主演のマサですね。マサって、要はあれですよ。マックス松浦さんですよね。エベックス社長。そのマサ役を演じてるのが三浦翔平くんと。で、三浦翔平くんといえば、桐谷美玲さんと結婚したじゃないですか。ね、美男美女ですよ。もう芸能界切って。これリクエストあったからやってるんですけど、果たして、じゃあ夫婦仲どうなのって、相性はいいのかどうかっていうのを勝手に占ったっていうお話なんですね。で、三浦翔平くんなんですけど、1988年の6月3日生まれ。で、2007年に第20回ジュノンスーパーボーイコンテストで、フォトジェニック賞と理想の恋人賞っていうのを受賞して、堂々と、ジュノンボーイになったのかな。まあ、芸能界デビューですよね。で、2008年に極戦ですか。極戦で、に出てると。で、2017年には警視庁生き物係。ですね。2018年は桐谷美玲さんと結婚。で、今は M 愛すべき人がいての主演のマサ役ですね。そんな、三浦翔平さんの持っている特性なんですけど、これさ、積極的な人です。行動派だから、まあ、桐谷美玲さんとかにも積極的に行ったんだと思うんですよね。で、今年はどんなことにも前もって予測していく時期ですね。で、桐谷美玲さんなんですけど、奥さんの方ね、1989年の12月16日生まれ、2005年にスカウトで映画デビューと。2010年にはドキュメント、情熱大陸、情熱大陸で特集されてるんですよ。それぐらい注目の人だったんですね。で、2012年から6年間ニュースゼロ、これ僕も見てましたけど、ニュースゼロの火曜日のキャストで出てましたね。で、2016年には好きな人がいることっていうドラマで、月9ですね。月9のドラマで初主演した時に三浦翔平さんが出てて、そこで付き合い始まったと。で、2018年にめでたくゴールインしたってことですね。桐谷美玲さんってめちゃくちゃ綺麗ですもんね、本当に。あと、こんな桐谷美玲さんの持ってる特性なんですけど、真面目ですね、この人は。そして優しいですね、家庭的ですね、いい奥さんになる素質の人です。で、まあ、責任感が強いんで、背負い込むことが多いんで、まあ、いろんなことを頼まれても断るってことが必要な、今年はそんな時期だった感じですね。夫婦の相性なんですけど、何もしなければ相性が良くない、悪いんですよ。ただ、何もしなければね、こう、ただ行動派のね、三浦翔平くんが、真面目な美玲さんを振り回してしまうっていう運気なんですけど、三浦翔平さんが気遣いを忘れなくすれば長続きする。夫婦仲は長く続きますよっていう関係なので、まあ多分、ものすごく、ね、気遣ってるんじゃないかなと思うので、この夫婦は円満でいけるんじゃないかななんてちょっと思ったりしてます。そんな感じでちょっとリクエスト受けたのでやってみたんですけど、またどんどんそんな話もお気軽にくださいね。ということでチャンネル登録もよろしくお願いします。